伊坂信彦は、日本の政治家、行政諸士、立憲民主党所属の衆議院議員、神戸市会議員、全国若手市議会議員の会会長、維新の党政務調査会長、民進党兵庫県連代表などを歴任、東京都世田谷区生まれ、東京都立富山高等学校、京都大学総合人間学部卒業。1999年、 神戸市会議員選挙に無所属で出馬し、初当選した。以後、2010年に辞職するまで3期11年務め、2006年には、全国若手市議会議員の回復会長、2009年には、同会会長に就任。2010年、神戸市会議員を3期目の任期途中で辞職。同年の第22回参議院議員通常選挙に、みんなの投稿人で、 兵庫県選挙区から出馬し、414,910票の時点で落選した。その後、行政書士伊坂信彦事務所を設立。2012年、第46回衆議院議員総選挙に、みんなの投稿人で、兵庫一区から出馬。兵庫一区では自由民主党現職の、坂山商人に、約3000票差で敗れたが、 重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、当選した。2013年12月9日、みんなの党に立党届を提出し、ゆわいの党の決闘に参加した。2014年、ゆわいの党、日本維新の会の合流により、維新の党の決闘に参加。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、維新の党公認で、 兵庫一区から出馬。自民党前職の盛山商人を約1万2000秒差で破り、初の選挙区当選により再選。2015年8月9日、維新の党政務調査会長に就任した。同年9月6日、近畿を地盤とする議員としては、唯一強化派が結成した大阪維新の会に参加しないことを表明。2016年3月27日、 民進党に合流した。同年8月20日、議員定数や報酬削減など、身を切る改革を掲げて、同党兵庫県連代表に就任。なお同年の第24回参議院議員通常、選挙で同じく、兵庫県選出の参議院議員水、岡俊一が落選したことにより衆参合わせて、民進党唯一の兵庫県の選挙区選出の国会議員になった。 2017年の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で出馬し落選。2018年5月、希望の党の一部と民進党が合併し、国民民主党が結成された際はこれに参加し、同月26日に同党の兵庫県連が発足した際は、県連選対委員長及び兵庫育士部長への就任が発表された。 2020年9月、立憲民主党に合流した。2021年の第49回衆議院議員総選挙では、自民党前職の盛山商人、日本維新の会新人の一の谷祐一郎など4、候補を下し、3回目の当選を果たした。枝野幸男代表の辞任に伴う代表選挙では、泉健太の推薦人に名を連ねた。ありがとうございます。